願いします。まず今日の試合振り返ってください。そうですね、まず今回絶対倒してやろうと思って臨んでいたんで、全然倒しきれずにちょっとつまんない試合になっちゃって、本当に勝ったんですけど、その勝ったことよりも、悔しさがちょっと勝っている状態です。実際に戦ってみて相手の印象は変わりましたか？いや、変わらなかったですね。やっぱり思ってた通り打撃がすごい上手かったですし、やっぱもっと攻めれたと思うのになかなか入りづらかったですね。結局判定勝ちということで、1ラウンドなどは倒せたのではないかというふうに思うんですけども、あそこで倒せなかったのはどういうふうに思いますか？そうですね、本当に1ラウンドで倒すつもりで、言ってたんですけど、まあ殴って倒そうっていうのにこだわりすぎてた部分があったんで、まあ寝技とかでも決めるチャンスは全然あったんで、まあそういうのもそこも含めて反省点ですね。戦前MMA の技術で倒したいというようなことをおっしゃってたと思うんですけども、倒すところまではあれですけど、やっぱり最後はパウンドとかにこだわりすぎたということですか？そうですね。それで今ちょっと試合が終わったばかりなんですけれども、今後の展望や目標があれば教えてください。まずはやっぱり年末の大晦日に、試合したいんで、チャンスがあれば、させてほしいですね。で3ヶ月あればもっと強くなれるんで、しっかりもう一段階レベルアップして強くなった姿を見せたいと思います。マネル・ケープ選手が海選手が試合に勝てばまた海選手に挑戦したいというような内容のことをおっしゃってるんですけども、ケープ選手には興味はありますか？ありますね。やっぱ今日試合も見ててやっぱ強い選手だし、まあ、前回の試合で納得してないみたいなので、でまあ負けてないみたいなことをずっと言ってるみたいなんで、まあ、全然俺はもう一回やりたいなと思ってます。ありがとうございます。